食できれいに美人レシピの時間です。今回はカレーラーメンを紹介します。国民食ともいえるカレー、そしてラーメンがこの番組で出会ってしまうんですね。とっても美味しい出会いです。皆さんきっと魅了されますよ。材料はご覧のものをご用意ください。特選食材は東洋水産のマルちゃん製麺醤油味です。では作っていきましょう。キャベツは一口大に、人参は千切りにします。器に醤油だれを入れておきます。鍋にお湯を沸かして麺を入れ、ほぐれたらキャベツと人参を入れて一緒に2分半茹でます。カレー粉と牛乳を加えて30秒ほど温めます。カレーとラーメンは別々に作ると思ってました。具材にカレーの味をしっかりとなじませることができるんですよ。ミレイのワンポイント。牛乳を加えることでまろやかな味わいに仕上がります。あとはコーンを乗せれば完成です。なるほど。しかもカレーの香りがたまりませんね。カレーラーメン出来上がりました。